宙の彼方イスカンダルへ運命背負い今飛び立つ必ずここへ帰ってくると手を振る人に笑顔で答え銀河を離れイスカンダルへはるばるのドーム宇宙戦艦ヤマト悲しかく誰のためだと思っているか誰のためでもいいじゃないかみんなその気でいればいい旅立つ男の胸にはロマンのかけらが欲しいのさララ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 ついに登場というわけで宇宙戦艦ヤマトでございます、まあ、今もですね、脈々と続いておりますアニメブームの先駆けとなった作品がこれなんですよね、私事になりますけれども、私もその中で、加藤三郎四郎というそういう2つの役をやっていたんですけれども今日はですね、その当時のプロデューサーでいらっしゃいました福尾元夫さんに、こちらにいらっしゃっていただいておりますお話をいろいろと伺うと思います福尾さんよろしくお願いいたします。さて宇宙戦艦ヤマトというのは、まあ本格的 SF アニメの第1号と言っていいんじゃないかと思いますけれども、ヤマトのパート1はですね、あまり視聴率が芳しくなかったと、いうことだったんですけどもね、そのパート2の方はいかがでした？いやこれはね、パート1がね、はい、まあ今おっしゃったようにひどい視聴率なんですよね。だけども夕方でね、こう再放送したんですよ、はい、その頃からだん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 不安がついてきましてね、かなり視聴率上がってきたと、はい、それをまあ西崎さんもねヤマトに対する情熱っていうんでしょうか、うん、それでねいろいろまあ不安層をますます広げてね、はい、で映画を作って、まあ、映画っていうのはパート1の映画なんです、総集編という形で映画にしたんですね、はい、これがまあ伝説的な話なんですけどね、その切符を手に入れるためにね、はい、あれは確か渋谷の東急だったと思いますけどね、はい徹夜でね少年少女が映画館のぐるりと取り巻いてね警察にね、保護されるっていうかなそういうことまで起きましていやそうですか、はい、それで当時朝日ジャーナルっていう雑誌があるでしょ、はい、あれにねヤマトフィーバーについてね社会現象になったわけですよ、そのくらいにねヤマトのなんて言いますか、少年少女に対するの不安がね、はい、もう病的なくらいにねあったとそういう中でねパート2が生まれてきたわけですよ、はい、ですからパート2はね、まあ、視聴率で言えばね、当然ね 30% って当たり前というまあ僕はその頃一プロデューサーでしたけどね、会社の上層部はね当たり前のように思ってまして 30% で当たり前、それはすごいなですから逆にね今だったら 28% も取ればね、大変なもんですけど当時はまだ不満なようなね意見が会社の方で出ましたよということはそんな状況で仕事をなさっていたのはそれでもプレッシャーがあったとありましたね逆にもしね 20% ぐらいだったらどうしようと思いましたよ皆さん聞いてくださいもう 20% 取ったらその作品は3年ぐらい続くんですよ今だったらいやしかし視聴率 30% 取って当たり前という当時は厳しい状況だったんですね福尾さんどうもありがとうございましたどうも
さあ、それじゃあここで皆さんにはですね、そのヤマトの長い道のりダイジェストでご覧いただきましょう。時に西暦2199年、21世紀の初め以来、宇宙侵略を着々と進めてきた謎の宇宙艦隊ガミラスは、ついに太陽系へその魔の手を伸ばし、地球に対して有性爆弾による無差別攻撃を加え続けた。地球人は地下都市を築き、必死に生き延びたが、地球防衛軍の懸命の努力にもかかわらず、ガミラスは圧倒的に強力であり、地球人の絶滅か、奴隷化を要求して情け容赦ない攻撃を繰り返してきた。次第に戦力を失っていく地球防衛軍にとって最後の頼みは地球防衛艦隊であったが、強大なガミラス宇宙艦隊の攻撃の前に、今や地球防衛艦隊は壊滅しようとしているのだ。有性爆弾による放射能汚染は地球の表面はもとより地下をも確実に侵し始めていたのである。そんなある日、火星の宇宙戦士訓練所で訓練していた私古代進と親友島大輔の2人は、惑星間航行速度をはるかに超えるスピードで火星極環付近に墜落した飛行物体より通信カプセルを入手した。それはイスカンダル星からの使者であった。有性爆弾の放射能汚染から人類を救うべく慈悲の手を差し伸べてきたのだ。しかしイスカンダル星は銀河系から14万8000光年も彼方にある星だ。そこへ放射能除去装置コスモクリーナー D を取りに来いというのである。地球脱出用に改造されていた宇宙戦艦ヤマトは、光を超えるスピードで宇宙を航行できるエンジン、波動エンジンを搭載され蘇った。ヤマトは大マゼラン星雲のイスカンダル星へ向かうべく、ガミラスの妨害を跳ねのけて発進した。地球で最初の高速突破戦宇宙戦艦ヤマトは、途中幾多の試練を乗り越え、ついにガミラスの銀河方面司令長官としてバランス星に赴任してきたドメル艦隊率いるドメル将軍と雌雄を決する時が来た。ヤマトの艦長に住む。そろそろお互いに雌雄を決する時が来たようだ。諸君がイスカンダルへ行こうとするのと同じように、我々は地球を欲している。もしどうしてもイスカンダルへ行こうというのであれば、諸君は我が軍を正面から打ち破る必要がある。本日より7日のうち、七色星団において艦隊戦力の決戦を申し入れる。太陽系方面作戦司令長官ドメル、ヤマト艦長殿。人類の攻防をかけてこの一戦に期待する。そうだ、その行動をつなげ。
よし、逆転成功、引き上げろ。七色星団における一大攻防戦は多大な犠牲を払いながらも勝利した。ヤマトは突き落とされた谷底から再び立ち上がったのだ。大マゼラン星雲に近づいた時、ガミラス星とイスカンダル星が双子星であることが判明した。イスカンダル星に向かうにはガミラス星を叩かねばならない。ヤマトはガミラス本星との戦いについた。我々はそこに宇宙の一つの星の最後を見た。しかし悲しんでいる時間はない。地球に急がなければならないのだ。イスカンダル星に到着したヤマトはスターシアから放射能除去装置コスモクリーナー D を手に入れた。イスカンダル星を後にしたヤマトは航行スケジュールの遅れを取り戻すべくパーツとして受け取ったコスモクリーナー D を艦内の工場で組み立てながらワープにずワープを重ね、ついに地球に帰還。人類は絶滅の危機を一歩手前で食い止めたのである。ここでまたまた素晴らしいゲストに登場していただきましょう。ヤマト、地球へ向けて発進。古代進役の富山圭です。だって古代君が死んじゃう。森幸役の浅上陽子です。いや懐かしいねでも富山さん、長いナレーションどうもありがとうございました。いえ大丈夫でしたでしょうか。いやもうなんかね、皆さんね、いや懐かしくてね、涙を流してるんじゃないかっていうふうに思うんですけれども。懐かしかったですね。しかし始まったのが昭和49年。そうですね。ですか。49年ですね。いやずいぶん昔になりますよね。しかしやっぱりヤマトと言いますと、僕はストーリーがとってもよくできた作品だったなっていう印象があるんですよ。これはもう確かにそうですよ、やっぱりしっかりできてましたね。そうですね、日にちを追っていくのがね、そうスリリングで、ね、ワクワクしながら、地球最後の日まであと何日、あと何日ってね、で出ていてもなんかね、こう今度はどうなるんだろうみたいな ね、ところで、あと何日じゃないとかね、富山さん、古代君の性格とですね、富山さんの性格を比較しまして、こう一致するところとかですね、これは違うなっていうようなところありましたら聞かせてほしいんですけど。なるほどね。まあ顔形は別としてですね、はい人間性ですよね、ええ、そうですね、古代君やっぱり思いやりがあって優しい人間ですよね。で心が広い、とっても
本当に思いやりがあって優しい。で、頑固なところもあるんですね、実はね。ものすごい頑固で、はい、これと思ったことは必ずやり通すという、すごい頑固さと言いますかね。その辺がやっぱり、まあ、僕もね、意外にこう見えてもね、割に頑固なところがあったりするんですね。で、まあ、そうですね、心の優しさという面では、少しは、小田井君と同じところがあるかもしれませんね。もうね、顔を見ていただければね、すぐわかると思うんです。シワだらけって言いたいんですよ、ね、いや、でも本当そんなに頑固なんですか？割に頑固なとこあるんですね。僕らにあまり見せませんよね。いや、私は感じる時があった。さすが女の子だな、うん、意外な一面をですね、そこがいいな、発見しましたけど。そこはいい、ね、ところで陽子ちゃんにとって、はい、小田井君以外のキャラクターで印象に残っているキャラクターというと何があります？そうね、私はやっぱりアナライザーとの思い出かな。スカートまくりされたりね。そうだったよね。いつもそばにいて、やっぱり、うん、生活班としての役割をしてたでしょ、うん、そうだったよね、うん、懐かしい。可愛かったですね。そうですね。で、その宇宙戦艦ヤマトがね、つまり飛び立っていくところのあのシーンって、あれなんかも僕がね、やっぱり感動的に覚えてるんですけどね。夢ですよね。夢ですよ。それで、ただ行って帰ってくるっていうんじゃなくて、間にもさまざまなこうドラマが展開していって、で、小田井君は成長するし、ユキはユキでね、やっぱりその小田井君への思いとか、あと人間への思いがこう膨らんで、その成長していくっていうかね。そういうのをこう楽しむのもまた一つのね、作品の楽しみ方だったんじゃないかと思うんですけども、さあここでね、懐かしいその大和の館内を富山さんにね、案内していただこうと思うんです。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとここで宇宙戦艦大和の館内をご案内しましょう。武器関係コンピューター室、昔の大和では士官室、兵員室のあったところ、今は艦首波動砲、ミサイルなどの発射台とその司令所。波動砲の発射口。冷凍睡眠室。ここも元は士官室と兵員室のあったところ。リゾートルーム。ここも元は士官室と兵員室のあったところ、今は宇宙戦士たちの生活が地上と同じ状態でいられるように考えられたところ。艦内工場、元の大和では兵員室の一部と倉庫のあったところ、今はあらゆるものの修理や開発をするところ。格納庫、ここは元準士官室、内科艇格納庫、飛行機の格納庫のあったところ。機関室、大和の旅の運命を握っている16万8000馬力の波動エンジンがある。以上、大和艦内案内でした。さて、富山圭さんといいますと、この YTV の作品というのは随分やってらっしゃいますよね。そうなんですよね。タイガーマスクですか。タイガーマスク、これもね、だいぶ昔になりますけど、サムライジャイアンツ。サムライジャイアンツもありましたね。ダンダダンダンダダンじゃありません。バンババンあ、そう、バンババン、はい、似てますけどね。しかし、まずタイガーマスクなんですけど、これも一世を風靡しましたよね。そうですね、あれもちょうどアニメも、なんていうんですか、スポーツ根性ものっていうんですか、あれがちょうど盛んだった頃でね、これは皆さんご存じないと思うんですけど、タイガーマスクの声は誰だろうって当てるクイズ番組があったんですよ。それでこんな大きな人とか混ざりまして、僕がね、それで、さあタイガーマスクの声は一体誰でしょう、誰も僕だって言いませんでしたね。当たりませんでした。だけどやっぱり僕らのイメージからすると、富山圭さんはやっぱかっこいい、そういうふうに思うわけですけれどもね、これからもどんどん、はい、アニメーションに出て、素晴らしい活躍をなさっていただきたいと思います。特にYTV 応援してください。はい、YTV のアニメ応援してくださいね。はい、富山圭さん、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。陽子ちゃんにはですね、はい、もうしばらく残っていただいてお手伝いをしていただきたいと思います。さあ続いて宇宙戦艦ヤマト2-3のオープニングエンディング、そして CM の後はこんな作品もありました、パート3ですよ。